はい、第2回です、速度論なしで機械学習に必要な確率論の話をするの第2回で、速度論なしでっていう大事の癖して第2回開幕から速度と確率、速度と確率空間の話です。速度論を使わないのに速度とはみたいな、まあ、そんな感じで笑ってみていただければと思います。ただまあ一応そこには言い訳があって、まあ、先にその話をしておきますか。あの機械学習で速度論が必要っていう理由の一つとしては、全部じゃないんですけど、あの速度論の言葉を使って書かれてるっていう問題があるんですね。で、言葉を使ってるから言葉を理解してる必要はあるんですが、その厳密な定義とかはいらないことが多い。ただそれらの定義していることが自分の問題では具体的に何になるのかっていうことは知ってる必要があるんですね。で、これは必要があると思う。で、結構多くの人は同意してくれると思うんですよ、そこは。なんで、速度論は使わないのに速度論で定義されている言葉たちは一応、その自分らの問題で何を表しているのか知ってる必要がある。ということで、このシリーズでも速度論でしか定義できないはずのことを速度論なしでなんとなく使っていくということがたびたび起こります。それの一番最初ですね、これは。まあちょっと具体的に見てみましょうと。速度ってのがあるんですよ。速度とは、開幕から速度とはで始まるこのシリーズどうなのっていう。速度とは、いや、なんか意外とこう、いや速度論とか知らないんですよ、実解析とかっていう人が。ひまこつ先生とかがなんかこの動画に変な期待をしてしまっているんで、ちょっと良くないなと。良くないっていうか、まあその過剰な期待はしないように、その実態を最初に見せる必要があるなと思ったんで、まあちょっとその2を作ってます。で、速度 とは何ぞやっていうのは、集合の、まあ部分集合なんですけどね、集合の大きさを測るものである。まあこの辺がこのシリーズの何て言うんですかね、雑さが出てくるところなんですけど、この集合の大きさを測るもので、大きさとは何ぞやっていうと、なんと大きさっぽいものを大きさと呼びます。まあひどい話ですね。まあ、厳密なことを言いたければ、その何ていうか、ノンネガティブでカウンタリーアディティブだとか、まあそういう話を真面目にするところなんですけど、そういうことはまあ機械学習的にはどうでもよろしい、まあよろしくないんだけど本当は、うん、まあそういうシリーズなんで、大きさっぽいものっていうので、ただ厳密な定義はしないけれど具体例はいっぱい出していこうと思います、このシリーズでは。で、大きさっぽいものっていうのが何を指すかっていうと、そのまず正の実数である。で、カウンタリーアディティブなのは何て言ったらいいんですかね、こう集合の大きさっていうのがまあ決まるわけじゃないですか。で、この集合を2つに分けると、その2つに分けると、この元の全体の大きさってのがあるわけじゃないですか。大きさ、これがこの大きさとこの大きさの和になってる、まあ、こんな風に集合を分割して別々に大きさを求めても、全体を求めたものの、と別々に大きさを求めて足したものと全体っていうのが同じになってる、まあ、大体この2つぐらいの性質があればその大きさっぽいと言える。で、もっと具体的に話をすると、まあ、大体2種類しかつかないんですよ、速度って。あの長さ、はい、まあ、面積もそうですね。まあこれは実集合、まあ、数直線とか上での速度って言ったらまあ長さなんですよ、機械学習では。まあ、偉い人に怒られますけど。で、あと確率速度で、確率速度とは何ぞやっていうのをちゃんと説明するのは難しいんですけど、みんな確率はなんとなく知ってるつもりになってると思うんで、あのそれでいいですっていう話です。まあ後でしますが、まあ、この2つぐらいしかないんですよ。だから速度とは何ぞやっていうのちゃんとした定義難しいんですが、あの現実的にはこの程度なんで、どっちも知ってるつもりだとみんな思うんで、それでいいっていう話ですね。で、ちょっと具体例の話をします。まずその元の集合として
0からそうですね10ぐらいまでの虚数直線っていうのが全体の集合としてあったとしますと。でこれの部分集合として例えば1から2までのなんかこう数直線なんか書きにくいですね。一応このこっちが黒丸でこっちが白丸みたいなそういう半平区間みたいなものがあったとすると、でこれの速度は1になるわけですね、この場合は。で例えば3から5まであった場合とかこの速度は2になるわけですよ、その長さを速度とすれば。まあ、これが速度ですね、感じとしては。でこれっていうのを足したら3になるわけじゃないですか。で1から5までがその集合として1から2までと3から5までっていう回区間を表した集合っていうのはこの速度とこの速度を足したものと同じ長さなんだ。これ全体の長さを測るとだいたい3になるっていうことですね。で、これの長さは1、これ全体が3になると。まあ、これ全体というか、その速度の表記としてここではまあ L を使いますか。普通ラムダですけどね、まあいいでしょう。これの L っていうのが1と2だから3になると。で、L の1、2は1だと。で、L の、まあ、こんな感じですね、正確には。L の3と5は2だと。まあ、境界含んでるか含んでないか、長さには関係ないということで、まあ、こういう感じになる。こういうのは速度。で、別にこれ定数倍されても、まあ、速度の性質は大体全部満たすんで、この長さを全部2とか4というふうに2倍したものを長さと定義しても、まあ、大丈夫です。まあ、こういうのが速度。で、まあその、まあ、ここまででも説明してますけれど、この0から10まであるじゃないですか。で、例えば、1から5までっていう集合があるとするじゃないですか。すると、この速度は4になるわけですけど、長さだったら。これ半分に切っても半分に切って、1から3までとその3から5までみたいな切り方をすると別にそれぞれ長さが2と2になってこれ足すと4じゃないですか。というわけでこういうふうに好きなところで切って別々に長さを求めて足しても良いっていうのが速度の性質として必要です。まあ、なんでかっていうと、まあ、その前に確率速度の話に進みますか。確率速度っていうのは、まあ、こんな感じの速度というもののうち全体をオメガ、全集合、対象となる集合全体をオメガって書くと、で速度 P って書くんですけど、大体これが全体の長さが1になっているような速度のことを確率速度と言います。はい。でなんでその速度っていう概念が必要かっていうと、やっぱりそのこういう確率とかを定式化したら勝つじゃない。その、まあ、こういう確率を定式化したいわけですよ、気分としては。それがなんか PA 足す PB マイナス PA かつ B になるみたいな、これってなんつうか一番最初の高校生ぐらいの確率で出てくるやつですよね。でこういうのをちゃんと定式化したりとか、PA の補集合とかもちゃんと定義したいんですよね。 A の補集合 C バー、まあどっちでもいいや、イコール1とか、なんかこういうことを全部やろうとしていくと、まあいいや、それはちょっと、まあいいや、先に説明しておきましょう。こういうのを全部やろうとすると、こいつとかこいつとかも対象に入ってなきゃいけないっていう問題があって、でそういうのを全部こう矛盾なく定義しようとするとなんか大きさっぽいものになってないとうまくいかない。なので確率速度、確率っていうのはまあその速度の性質を持ってなくてはいけないと要請するわけですね。まあいいんですよ、そんなことは。
集合の大きさを測るもんだ。で大きさっていうのはこんな感じの長さとか面積とかそういうもんで、この分割しても元の全体の長さの 和としてなんていうんですかね、情報が失われないっていうのが、まあ、重要な性質だと。で確率速度っていうのはそんな速度のうちの一つで、全体の大きさを測ると1になるもんだ。はい。で確率空間、確率空間っていうのはまずサンプルスペース、まあ、なんかの集合があるんですよ。オメガっていうのがある。でその集合のここが一番難しいとこなんですが、なんかこう部分集合がある、部分集合、なんかの部分集合、まあ、この苦しさを笑ってもらえるのが、笑ってもらえればいいっていうのがこのシリーズなんですが、とあと確率速度 P っていうのがあったときに、この3つを合わせて確率空間と言います。でオメガはまあサンプルスペース、標本空間、まあ、日本語不自由なんでもう英語でいきますが基本的に、はい、まあ、サンプルスペースなんですけど、まあ、その速度論的な定式化においては別に集合でさえあればまあ何でもいいっていう部分があるんで、そんなにここの名前は出てこない。普通セットオメガがありみたいな感じで集合としか言わないですよね。でただこのベータっていうのがイベントスペースと呼ばれるもので、事象族まあちょっと日本語不自由なんで、まあ、イベントスペースってやつですね。これが確率で測ることの対象になっていて、それはオメガの部分集合である。でここ結構重要な、この手の定義の意味するところは機械学習で必要なところだと思うんですよ。でそれをけどあんまり古典的に話してくれないっていうのが、その機械学習やが難しい数学勉強しなきゃいけない理由なんで、逆にまあ古典的に知ってればいい。でこの部分集合っていうのは確率の対象になることなんですね。でまあ一番古典的な教科書、多分ひっくり返してもらうとこの辺の解説ある本もあると思うんですけど、例えばサイコロ1個振るとするじゃないですか。そうすると集合としてはその出た目の集合になるわけですよね。これがオメガと、おっとっと、これオメガと。でベータっていうのはいろんなケースがあるんですが、まずそのどれかの目、これが全集合ねっていう、例えば集合を考え、どれかの目っていうのは 1,2,3,4,5,6 というのと全く同じ意味です。 1,2,3 点点6と目とか、偶数の目が出るとか、偶数とか、これは部分集合としては 2,4,6 とかと、まあとか、まあ、あとは1が出るとか、これの場合は1になるわけですね。だ要素1の集合とかもある、まあ、こんな感じでそのこの元の集合に対して、その部分集合として確率の対象になりそうな部分集合をまあいろいろ集めたものをベータと呼びますと。でこれは必ず補集合を含まなきゃいけない。だ偶数って言ったら偶数じゃないもこのベータの中に入ってなきゃいけないと。まあ、そういうのがないとその確率の計算ができないことがあるんで、積の法則とかを使ったりしていろいろ計算していくわけですが、我々はそういうことが定義できてない空間があると困るんで、そういうのはあるっていう要請があります。ただまあそんなに気にしなくていい、まあ、要するにこのオメガの部分集合っていうのが確率の対象になるもので、でこの部分集合っていうのは P によって大きさが測れるっていうのが必要な性質ですね。大きさが測れるような部分集合で、まあ、そういうふうなこのこっち側の定義をしておかないと、このなんていうんですかね、いろいろ確率のよくある式変形をしていくときに未定義なゾーンに入っちゃうことがあるんで、そういうのは困るということで、こんなふうに3つを決めるっていうのはまあ確率空間になります。でまあ、結局このベータがどういう性質を満たしているかとかそんな重要じゃなくて、我々が実際にその解いてる問題の時にこのベータが何になってどういう集合なのかなっていうのが分かってれば OK で、それはそんな難しくない。その古典的な別に事象の説明でも理論上は分かる。ただ P をちゃんと説明できないんで、古典的な世界だとこの辺ちゃんと解説しづらいんで、あんまり古典的な本でねこの辺ちゃんと解説してる本多くはないと思うんですけど、まあけど探すとある。でこの辺は結構重要なんで、何を表してるかっていうのは知ってた方がいい。で
こっからはこのシリーズ的には知らなくていい余談になるんですけど、まあ、いそうじゃないのって感じるのは結構レベルが高い人だと思うんですよね。まあ、部分集合の族だ、まあ、普通に考えたら回集合族だろうって思うのが正しい数学好きだと思うんですけど、回集合族ではないんですよね。これはちょっとその補足をしておきたいと思います。まあ、なんでかっていうと、例えばこの0から1の回区間とかあるじゃないですか。でその 0.5 から2の回区間とかあるじゃないですか。でもこういうののインターセクションとか必要になるんですよね、たまに。これの確率論を計算するときに、だこれの確率とこれの確率が分かったときに、その A かつ B の確率とかが知りたくなったりするんですよ。で A かつ B とかやり始めると、これが平区間になっちゃうんですよね。 0.5 から1とか、この型が平区間が出てくることがあるんですよ。あれ出てこないな、この場合、例が良くないですね。まあ、ちょっといい例作れませんでした、すいません。ただとにかく、あの補集合だとか、その補集合とのインターセクションだとか一通りやっていくと、こういう片側平区間とかが作れてしまって、これは微妙に回集合族に入らない。だからイメージとしては全 回集合族を含んでるけど、端っこははみ出すことがあるようなものっていうのがこのベータの定義になります。だから位相プラスそれの境界を含んだような何かって思っておくと、かなり正確に近い、まあ、認識になります。でこのその位相に近い何かっていうのを厳密に定義するとボレル集合族っていうのになるんですけど、まあ位相のようなものだって思っておいて大体 OK で、まあ P っていうその速度があって、そいつらが定義されると。まあこの3つは確率のその空間というものですね。まあ、そんなものかな、必要なのは。まあ、ボレル・カンテリの定義とかが成り立つとか、そういう必要性があるからこんな定義になってるんですが、まあ、重要じゃないんでいいと思うんですよね。でちょっと P の話をしておきますか。もうちょっと補足として、こういう離散的な場合、まず P オメガが1になるわけですよ。であとその分割した時にそれぞれの和になってるみたいな性質を持ってほしいんですね。だイメージとしてはこれは多分 P1 が6分の1で、イメージっていうか、まあ、それらの定理を満たすように全部計算すると全部これ6分の1になるみたいな、まあ、そんな感じで多分ちゃんとそれは速度になってますと。そうすると偶数の目って言ったら6分の1足す6分の1足す6分の1なんで2分の1になるわけですよきっと、とかなんていうかね、それがこのケースでの確率速度になると思います。まあ、別にそうである必要もないんですけどね。というのはその例えばサイコロの目、偏りがあるようなケースだって別に速度にできるはずなんで、1がすごい出やすいみたいな目だってもいいはずなわけです。多分それでも速度としては矛盾しなくて、例えばこいつが2分の1でみたいな、でその他が全部12分の1みたいな、合いますかね、合いませんね。12×5×12×12×、まあ、要するに5倍すると6分の2分の1になる、10分の1とかになるんですかね。10分の1で良さそうですね。はい、これだから10分の1とかでもまあ別に速度として矛盾してなければ別にそれは速度足り得るですけど、まあ、とにかく全部足すと、まあ、全体の大きさを測ると1になるような大きさっていうのがまあ確率速度に要請されるもので、はい、これが確率空間です。まあ、こんな感じでやっていこうと思うんですよね。つまりその速度とは何ぞやっつった集合の大きさですよと。でまあ、古典的には別にそんなもんで十分だし、実際機械学習で使う速度って言ったらその離散的なケースだと今みたいなその普通の確率、まあ、普通の確率とは何ぞやっていうのを気になる人は結局勉強しなきゃいけないんですけど、まあ、そんなこと気にしなくても生きていける人はこんくらいの理解でいいんですよ。であと長さっていうのも速度で、まあ、長さとは何ぞやとかいうのを本当に気になる人はちゃんと勉強しなきゃいけないんですけど、いや俺は別に長さでいいですっていう人はこんくらいの理解で別に機械学習に必要なものは大体全部揃うはず
ですね多分、うん、これ以上の速度を見たことはないなきっと自分は。なんで、はい、自分程度の機械学習のレベルだったらこの2つぐらいを理解してればよくて、で確率速度とは何ぞやってのは厳密には難しいと思うんですが、ふわっとそのこういうなんか集合の大きさを測るもんで、しかもそれが古典的な確率になんとなく結びついてれば OK ぐらいな理解でいいと思います。まあ、こんな感じでやっていこうと思います。でこんな感じでもっと確率変数だとかそういうものを集合的に理解していくっていうのを結構目標としている。でだからなんつうかまあ期待してたものと違うなと思う人もいると思うんで、最初にちょっとその2を頑張って作ってみました。はい、以上です。